今日はあの藤原賞いただきました。本当にありがとうございます。木本さんと違って私はたくさん世話になった方々の写真も出てきますけれども、継承も略しておりますし、写真も無断でちょっと使用してますけれども、ご許しになるかと思います。まずやはりどうしても私の研究の中では、ハワイ大学の村上先生が、大きな位置を占めていると思います。でこれも最初のきっかけはですね、時岡さんから話がありまして、その前誰か行ってもらおうと思った人が行けなくなったので、誰かいないかね、中澤さんあたりどうかねっていう、そういう話が私企業研究の開発研究部にいた時に話がありまして、時岡さんがそういう形で私を誘ってくれなかったら、それから前に行く予定だった方が、行けなくなったという、そういうことがなかったらもう今の私もいないなと思っています。ちょうどラッキーだったのは、村上先生のところに行ったときにはちょうど FGG ファーストバルク、グローバルエクスペリエンスですか、それの世界的な観測が行われた直後だったものですから、いろいろな解析を村上先生とやることができました。だから前80年に山本賞をいただいたときにも定期に書かせていただいたんですけれども、もちろん村上先生はモンスーンの大家ですから、モンスーンの、FGG のデータを使ってモンスーンの解析をしたかったということですね。でそうしてたらいろいろ調べてみると、どうもなんか妙に4、50日の変動が強い、そのフィジーの年っていうのは非常にMJO の信頼が強かった年ですので、本当はそういう周期変動あまり見たくなかったんですけれども、ある時中澤さんこれリムーブしてくれ、見たくないかとでフィルターかけようとしてると、その翌日に中澤君これやろうこれ面白そうと、でそういうことで急遽MJO の仕事をすることになって、それが、今の自分にも非常に大きな影響をいると思います。それから OLR のデータをね、まだその当時はそれほどよくは知られてなかったのかもしれませんけど、村上先生非常に需要のうちにこの OLR のデータを使われて、大量活動の治療として、で私もそれを、使えたというのも非常に先生もよく私に言われた言葉の一つが、楽しみなさいと、研究を楽しんでやりなさいということを始終言われてました。だからこれはまだ私実現できていませんけど、これはちょっとどなたも結構難しいかもしれませんが、もう何しろその何をやってても、もう寝てても研究のことを考えて仕事しようというふうに、難しいですけど、一応こういうことは私も念頭には入れてですね。もちろん右側が有名な、72年ですかね、マダン・ジュリアンの論文です。マダンとジュリアンが2人写ってますけれども、彼らが描いたこの、なんて言っていいんですかね、もう超強
19度のスペクトルを取ったというものです。私はこれが本当に NJO そのもの、NJO の本質だと思ってますけども、まあ、そういうことも、まあ、86年に書いて、これは移動、周波数断面ですけれども、このように、まあ、等身する、まあ、後で、スーパークラスターと呼ばれているような、まあ、相関規模の単色上乱が、その、真実検知をして、等身していると。でこれも86年に私ではないんですが、私 の、 まあその元図は作ったんですけれども、要するに非常にハイフリークエンシーなそういう単周期の長卵が、実際には、時間とともに西に進んでるんですけれども、グループベロシティとしては、東側に進んでるということを村上先生が、私の書いた後、その後任の人たちと書いた。ですから1986年に OLR の図を使ってその古典的な波数1の NJO の図ではなくて、もう生で見たらどういうふうになるかっていうのを、まあ、示して、まあ、その中で非常にはっきり更新しているような相関基礎上を見つけたというわけです。でその私のこの1986年の論文が出る1年前の気象収支で、林さんと角さんが、アクアプラネットで、このスーパークラスターの、再現ができた、NJO の中にそういう、等身上乱があるということを発表されています。で、その論文を見ますと、最近中澤がなんかその面白い図が。を出していると、実際の大気中にもそのこれと似たような、現象があるということを見つけているということが記されています。で、まあ、これも89年の時 の、 記念講演の研究を読まれた方、ご存知かもしれませんけど、まあ、何しろこれも村上さんの、これはヤング村上という村上雅人さんが非常に精力的に GMS の細かい時間間隔のデータ、まあ、その当時3時間間隔ですけど、そのデータを衛星センターに、毎日のように変えられて、そこから研究者が使いやすいようなデータを作られた、まあ、このデータの中でやはり私も、このスーパークラスターの発表はなかったと思うんですけれども、ある時これ私もよく覚えてないんですけど、多分86年だったんじゃないかと思うんですけれども、山崎さんも同じ研究室にいましたから、山崎さんにその GMS の、1日1枚の画像に OLR で見たように等身数上乱きれいに見えましたって、お伝えしましたら、その毎秒15メートルで等身するようなこのシステムはないんじゃないの、でだからもっとちゃんと、調べてみたら、せっかく GMS の細かいデータがあるんだから、それで見て
きますと、少しずつ違った様相が見えてきます。しかし基本的にはさっきお見せしたように、ここの上段はどうも、妊娠進んでいるけれども、エンベロックとしては、突進する NGO のような様相が見えることになります。他も木本先生がお話になりましたからですけれども、これも宮川さんたちが2014年に出された蛍光球化を使った比較実験、非常にきれいに、観測のものと、似ているような状況を、示されております。私がやはり国際的な、いろいろな観測計画に参加した一番最初は多分このコアコアの時だったと思うんですけれども、私は NGO からシノピックまでこの辺りを、集中的にいろいろな仕事をしていましたけれども、やっぱりエルニーニョの関わりみたいなのが、大きくクローズアップされてきてですね、90年と93年に、赤道太平洋のところで観測を、そうですね、木本さんも言われるように、なんか名前忘れてるかもしれませんけど、このような方々と、いろいろ一緒になって、観測なり理論的な、研究とかをした。それからエアロゾンデ、グレートコラなどこの人の立役者ですけれども、なぜ新田さんの写真があるのか不思議に思われるかもしれませんけど、これはウィンセス政治事業団というところから、ファンドをもらいまして、その時は新田先生にいろいろご指導いただいて、ご協力もいただいて、それで観測をできた、別所さんも一緒に一番、観測ではお世話になっていますけど、台風、それからバイオの観測、ジャムステックというか、地球シミュレーターじゃない観測の方ではジャムステックさんと、テレビ塔の方にもエアコンで持ってで、これも天気にいろいろな苦労話が別所さんに書いてます。で、台風には実際にはこの、やはり足が短くてですね、なかなか難しかったんですけど、バイオ観測では、よく発揮してもらえたと思っています。通信衛星みたいなものを使って、本当は世界中どこでも飛べるということだったんですけど、実際には この時には数百キロぐらいですかね、無線が届く範囲だけでも飛行に飛ばってしまったのが現在なんです。それから、そうですね、クリム GPM にも2000年から11年ぐらい、10年ちょっとですかね、10年半ぐらい関わらせていただきました。2つほど大きな出来事がありましたけど、やはり NASA とのいろいろな、年1回、2回の打ち合わせの時には、バージョンアップ、プロダクトのバージョンアップのこととか、書いてありますけれども、高度変動のこととか、オペレーションを、断ち切ることとか、いろいろな出来事があったのというふうに考えています。それから、今回の多分、大きな、受賞をいただいた理由の一つは、多分、ソーペックスが、国際的な活動の中では、評価いただいたんじゃないかなと思ってますけれども、2005年から始まってますけど、実際にはアジアの地域委員会っていうのは最初に中村はじめさんが、仮議長されてまして、2003年に亡くなられた後を受けて、私が議長の、その地域委員会の議長に就いたということになりますけれども、ここに書いてあるように、後でもちょっと遅れますけれども、西アフリカでの、健康予測、これは大変なことであると、そのマラリアで、5歳以下の、8割の
ういう意味で、まあ、出口ですかね、塩松の方で、まあ、こういう貢献が、ソーテックスというのはしていかなきゃいけないという講演を、2005年ぐらいでしたかね、あ、2006年ですか、2007年ぐらいですか、失礼しました、そのぐらいの時に聞いて、感動したのを今も覚えています。で、実際には、何をしたかというと、まあ、台風の観測にこの最適観測法というものを使いながら、これまでですと観測してデータをどうかして予報して、まあ、終わりだったものが、まあ、予報を今度は元にしてそれから感度解析を行うことによってどこで観測を行えば予報がよくできるかということが、まあ、私はあの観測のツボって呼んでますけれども、そういうものが、まあ、ソーテックスで、まあ、数値予報の進歩で分かってきたということで、まあ、これを台風に応用しようということで、2008年に、あ、そうですね、あのお金の裏付けが全然なかったんですね。もうだけどもう2006年ぐらいにはもう、何しろ計画立てなきゃいけないので、お金の当ては全くなかったんですけども、あの中国や韓国なんかにももう2008年にやろうと、やることでもあの進めましょうと言ってたら、このあのデイビッド・パーソンが、アメリカで NSF からお金を取ってきてくれまして、まあ、アメリカも参加するのでパシフィックで台風の、観測、それから、アメリカにとってみると、まあ、注意報まで来た、温帯低気圧化した台風による、いろいろな顕著現象が、下流側に及ぼされますから、それの、研究を行うということで、2008年にやることが決まりました。まあ、ヨデル先生にもあの非常にあのこの T パートの、この家計費に取れる前へいろいろとあのご努力いただいて、お世話になりました。この台湾の、ウー先生も、ドットスターというそれまでのこの2008年前からの、台風の観測を台湾が主導してやってきましたけれども、彼らも協力してやると思います。それから、この受賞理由のところには、何と書きましたかね。台風に対する最適観測手法の有効性が示されて、国際的に高い評価を受けたって書いてありますけど、ちょっとあのここ読んでいただくと、これはあの確か、家計費のレポートの中からちょっと私は推測したんですけど、今回の研究課題では最適観測の有効性を確認することを中心テーマとした、この点では2つの台風の限られた観測のために有効性を確認することまでできなかったと書いてあるんです。あの、まあ、まあ表裏一体なんですけど、だからあの2つの台風に対して有効であったことは分かるけども、その2つの台風からどれだけのことが言えるかということでこういう書き方をしています。ですからあの、まあまあ、どちらも正しいのかもしれませんけれども、まあ、もっと本当は、2つだけではなく有効性を確認するためにはもっといろいろなこれからの本当は観測が必要なんですけれども、まあ、今のことそれができていないと。まあ、これは本題じゃないんですけれども、まあちょっと他のこともやってますということで簡単でしょうか。ウェブスター立ち方とかいろいろあの強い体力増えているという、論文がいろいろ世の中に見ましたけれども、観測結果からいうと、これは香港の気象局の人が出したことですけど、アメリカは増えるって言ってるけど、気象庁が減るって言ってるということで、じゃあ、まあ、そもそもその、もう少しその、これドボラク法でやってるんですけど、まあ、ドボラク法っていうものが、一番元になっているパラメーターの比較、まあ、それがあの実際にはどこがやっても、本来であれば同じ、指数が出てくるはずのものなんで、そこから違ってたらもうその後の議論できないんじゃないかと思いまして、ハワイの、深田さんのところからアメリカのデータをいただきまして、解析しました。で、そうすると、
97年だけ特に選んでますけど、この時は非常に顕著だったので選んでますが、縦軸が、そのアメリカ の, その指数の、分布ですね。だから横軸が気象庁なんですけど、どう見てもアメリカの方が強く、いつも、見積もっている。ですから、もちろんこういう時間の喧嘩傾向を出すにはまた別な議論が必要ですけども、少なくともこういう強さの差が出る理由の中の一つには、やはりそもそも本当は同じ指数が出すべきところですら、違った値があるというところで、まあ、研究ここでストップしちゃってるんですけれども、本当はもっと、これに続くような研究を本当はしていかなきゃいけない。これはもう確か受賞理由の中に書いてますけれど、エスカップ WMO の、台風委員会向けに、アンサンブルの、台風の進路予報を、ウェブで、公開しています。だからこれはある程度限定公開で、まあ、台風委員会向けっていうこともあって、まあ、研究向けにももちろん出すんですけども、パスワードを、気象研の方に、欲しいというメールをいただくと、気象庁の方から発行するという形になります。で、もうこれも私が別に全部やったわけではなくて、もうこの、デス・エバートさんが、いろいろな世界の、予報データを XML のサイクロン版ですけど、XML のサイクロン版を作ってくれて、世界で共通の書式に基づいてデータが上げられるようになってましたので、まあ、それをこういうふうにウェブで伝えるようにした。で、今は山口さんが、いろいろ管理してください。で、これは割と最近ですけれども、松枝さんと一緒に、まあ、せっかくアンサンブルのデータがあるんだから、やはりそれを使って、まあ、顕著現象の発生予測に使えないと言って、松枝さんに相談したらすぐに
これそうですね、ベリーセット号、要はマルチなタイムスケールで、いろいろな予報をその都度、ユーザーの役立つような形で情報を発信していく必要がある。これどこのかな。あ、これ3月の非常に歴史的に見ても一番強いと言われた多分 NGO のケースだと思うんですけども、それは松枝さんのホームページからNGO の予測がどの程度できているかというものを示したわけです。その中でちょっと見にくいかもしれません、黒線が実況というか解析で、それから個々の色で示してあるのが、予報時間別に書かれていますけれども、それぞれの先端ごとの、予報メンバーです。で、かなり、2週間先までですね、この TV ですのでですけれども結構予報ができる。でこれ見ますと、これがまだほとんどアンプリシュードが中心付近ですから、ほとんどアンプリシュードがない時点でも2週間先で、結構 EC とか KMA とか、UK ネットかな、ちょっと JMA はちょっと弱めですけれども、もうすでに強まる兆候が出てますし、これもう少しやと、もうだいぶ KMA の予定などは、実況とほとんどあった、シグナルとして、これがもうまだ弱いですけど、ほとんどキープ、それから弱まるところも EC とか NC とかで出てくる。ですから2週間というのは NGO とか、かなり、問題なく出せるようなところまで来ているのかなと思います。で SQS ではそれをもっとさらに進めて、60日まで、どこに60日か、2ヶ月先まで、3週間遅れで出すと、タイムキャストも含めるという話です。でこれつい最近も、ここに書いてあるかな、もうここからデータダウンロードできますけれども、つい最近そのデータを、リターさんが解析してくれたものがありまして、3月5日初期で1ヶ月、3月12日初期で1ヶ月、先ほどの、キニーの場合は2週間先でしたけれども、もう 1ヶ月先までもこれくらいの予告になっている。で、EC ではもう1ヶ月なんていうのは、かなり、余裕を持って、予報ができるような段階まで来ているという話です。それから一番最後の方に AOGS の方に関わっているという話をしましたけれども、皆さんの前で去年の札幌の、AOGS の会議は、これまでの一番最高3000人近くが参加して、うなぎ登りというか非常に、大きくなってきていることがあります。これからも気象学会の方々からのご協力いただけたらなと思います。で、もう最後です。本当に非常にたくさんの方に、お世話になってきました。最後になりますけれども、やはり私を産み育ててくれた両親、